アービン・マクドウェルはアメリカ合衆国陸軍の職業軍人であり、南北戦争では最初の大規模海戦である第一次ブルランの戦いで敗北を喫したことで有名になった。マクドウェルはオハイオ州コロンバスで生まれた。当初はフランスのトロイ大学で学んだ後、1838年にウェストポイントの陸軍士官学校を卒業した。この時の同級生の一人 P.G.T. ボーリガードは、後に第一次ブルランの戦いで敵対者となった。少尉に任官し、第一アメリカ砲兵連隊に配属された。ウェストポイントで戦術の教官を務めた後、米北戦争では、ジョン・イーウール将軍の副官になった。ブエナビスタの戦いで名誉大尉となり、戦後は総務局長の下で働いた。1856年、総務局の少佐に昇進した。マクドウェルは1861年5月14日に正規軍の准将に昇進し、それまで戦闘で軍隊を指揮したことが一度もなかったにもかかわらず、北東バージニア軍の指揮官を任された。この昇進には、その日護者でアメリカ合衆国財務長官のサーモン・P・チェイスの影響力もあった。マクドウェルは、自分の部隊の経験が足りなく、戦いの準備ができていないことを分かっていたが、ワシントン D.C. の政治家たちからの圧力もあり、バージニア州北部で南軍に対する時期尚早の攻撃を仕掛けることを強いられた。第一次ブルランの戦いでの戦略は総意に富んだものだったが、野心的に複雑なものでもあり、その軍隊は戦略通りに効果的にことを運ぶには経験が足りず、結果は、総崩れとなった。ブルランでの敗北の後、ジョージ・マクレラン少将がワシントンを守る北軍、ポトマック軍の指揮官に任命された。マクドウェルは、新しい軍隊の一個師団を率いたが、マクレランは、間もなくその軍隊指揮系統を再構成して、翌年春にマクドウェルには、第一軍団指揮を任せた。マクドウェルの軍団は、ワシントンを守るために後方に置かれ、マクレランが半島方面作戦を率いた時は、その支援のために行軍することが期待された。しかし、南軍ストーンウォール、ジャクソン将軍のバレー方面作戦で、ワシントンが攻撃される可能性を恐れて、神経質になった政治家たちが、マクドウェルの4万名の部隊を後方に止めさせた。結果的に、マクドウェル、ジョン・C・フレモント及びナサニエル・バンクス各将軍の独立した3人の指揮する部隊がジョン・ポープ少将のバージニア軍に組み込まれ、マクドウェルはその第3軍団を率いた。シーダー山の戦いでの功績により、1865年には正規軍の名誉少将になったが、それに続く第二次ブルランの戦いでの惨劇で非難された。マクドウェルはポープがこの戦闘中の命令不服従の容疑で、軍法会議にかけたフィッツジョン・ポーターに対する証言を行うことでその責めを免れた。公式には免責となったものの、その後2年間、実質的に軍隊の指揮から外されることになった。1864年7月、太平洋方面軍の指揮官を任された。後に、カリフォルニア方面軍、第4軍管区及び、西部方面軍の指揮官を歴任した。1872年には正規軍の高級少将に昇進した。1879年、ラザフォード・ヘイズ大統領が始めた査問委員会がフィッツジョン・ポーターの恩赦を推薦する報告書を発行すると、第二次ブルランの戦いでの敗北原因の大半はマクドウェルに帰することになった。この報告書でマクドウェルは決断ができず、適切な相談を怠り、また、能力不足で、ポーターの情報要請に対して繰り返し返答を怠り、ロングストリートの部隊配置について、ポープへの情報提供を怠り、軍法ではその任務であった、北軍左翼の指揮を取ることを怠ったとされていた。マクドウェルは1882年に、アメリカ陸軍から退役し、カリフォルニア州サンフランシスコの公園コミッショナーを務め、1885年に死んだ。サンフランシスコ砦にある国立サンフランシスコ墓地に埋葬されている。ありがとうございます。